税金の話なんですけど、最近、金融所得課税が、えー、増税されるっていう話が上がってます、皆さん知ってますか、えー、岸田さんという方が次、えー、期の総裁になって、えー、金融所得課税を上げるってことを言ってるやつで、これってめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃね、もうやばいことで、日本、終わると思うんですよ。なんでかっていうと、えー、そもそもね企業家、会社を経営して、一番の醍醐味って何だと思いますキャピタインってなんうと会会社社をを立ち上げて会社を大きくします である程度、会社が大きくなったら会社をバイアウトするもしくは上場するそして会社の株を手放して、えー、お金をもらうっていうお金をゲットする大金を富を得るってことがいわゆるジャパニーズドリームですよねジャパニーズででもなない世界的に、まあ、そういうのが普通なんですよだから会社をやってるんですよ。 僕もだから別に役員報酬をもらって給料を年収1000万にしたいとか1億にしたいとかそんなどうでもよくて僕今役員報酬なんて多分月30万ぐらいしかもらってないのかなあんま覚えてないぐらいなんですけど一番大事なのはキャピタルゲインなんですよ。もうキャピタルゲインの魔力なんですよ。 でなんでかっていうと、会社の業績が例えば年間利益1億円ぐらいでしたとしたら、大体ね、E ビットる何倍かっていろいろまちまちなんですけど、7倍から8倍、7億、8億では売れるわけですよ。で、じゃあ税金どうなのって考えたら、普通は給料で7億円とかもらったら55%もら持ってかれますよね。だから3億ぐらいしか残らないんですけど、キャピタルゲインの場合は2割でいいんですよ。だから、7億円で会社を売れたら、1億4千万の税金だから、えー、と5億6億六千万で済むわけですよね。あ僕 んですよで最後に何億何十億って手に入れるのってもうそれしかないんですよ日本でマジで金持ちになるのっていうのはキャピタルゲインしかないんですよこれもう覚えておいてくださいもう所得とか給料でいっぱいもらっても55%とか取られてますからねマジで儲かんないですでキャピタルゲインしかないですキャピタルゲインしかないんですけどえっ、ー、とそのキャピタルゲインの税率が、えー、不公平だと言うんですよ そんなことねえだろ男性だって企業家ってリスク取ってさうまくいくかわかんないのにさお金を出してさ借金してさ社員雇ってさいろんな人の生活背負ってリスク取ってやってんのにそれが不公平だって言うんですよでそのね、えー、今二十パーセントの税率を引き上げるって言ってるんですよねそんなことしたらどうなると思いますそもそも企業なんて割に合わないんですよ日本で会社経営あれなんてぶっちゃけバズゲームって言われてるぐらいひどいんですけど、えー、と割に合わないのに頑張って企業して最後のそのねゴールの美味しいところをねもう っっててもいいじゃんかって話なんですよねでその結果ね起業したい若者が増えて日本社会にたくさん会社が生まれて、えー、法人税を払って日本の税収が上がって経済が成長していくわけじゃないですか会社が日本経済をね、えー、支えてるわけですよでもそこすらもね起業家のいわゆる正義なんですよねキャピタルゲイン課税っていうのは正義なんですよ20%を積むっていうのは最後の本当に恩恵なんですよその正義すらも犯してで55%とかで、ね、取ってね どうするってじゃあその先にどうなるかっていうともう明確にもう本当にもうあ分かりきってるのがまず日本で起業したいなって人いなくなりますよね。で海外はそんなわけわかんない税制じゃないんで海外で起業したらいいじゃんってなるんですよ。 だから優秀な人がどん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 海外に行きますそして海外で起業してお金持ちになりますじゃあ一方で日本はどういう人がの残るかっていうと、えー、いわゆる貧困層いそして優秀じゃない層もしくは家庭に事情があったりしてチャレンジできない人いろんなねいろんな、えー、人がいると思うんですけどいわゆる社会的な成功がまだなかなかできてないよっていう人が日本に集まるわけですよ。 でも日本の財政っていうのは圧迫しますからじゃあどうしようって日本のねおじいちゃんおばあちゃんとか今増えてますけどそういう医療とか支えんのって話年金誰が払うのって考えたらそういう貧困層が払うんですよでも一方で富裕層は海外でお金持ちになってる日本に残った人がもう不利なもう罰ゲームですよねここまで来ると。うんで そういうい、ねまあ、政治家がなんでそういう発想をするかって言うと分かってないんですよ結局会社経営もしたことなければリスクとってなんか起業したこともないしレールの上に沿ってね、えー、公務員やってね偉くなっちゃったもんだから分かんないんですよそういう気持ちがだから、えー、国民感情をね、えー、とうまくねコントロールするか国民から支持されたいから、えー、そういうのは不公,不公平だっつって、えー、日本経済を破壊していくんですよでもあ何にも知らないねリテラシーの低いね、えー、頭の悪い人たちは確かに不公平だ金持ち嫌いだってみんな言うじゃないですか だから金持ちが不利な仕組みにするとどん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 票が入るわけですよねそして当選するとで金持ちいなくなると、はい、日本を終わるもうこういう流れですよ、うん、だから僕はものすごくこの金融所得税課税を引き上げるキャピタルゲイン課税を,キャピタルゲンを増税するっていうキャピタルゲインの課税を増税するってことはめちゃくちゃ日本にとって悪影響だし、えー、本当に日本社会がより 今ままで以上に終わると思ってますで実際に今、日経平均つて日本の、ね、株価の、ね、指標みたいなのがあるんですけ今、すごい落ちて下がってますし政治を使って、ね、日本経済を破壊したいのかなこの人たちって感じですごいバカなんじゃないかなっていうのが、えー、思ってます。 はい、だから、えー、これを見てる方、えー、起業したい方、えー、ぜひ海外で起業した方がいいと思います、僕も本当にキャピタルゲインが増税されて、えー、日本で会社をやる必要がなくなったら、えー、海外移住しようと思いますもう、もうそろそろ終わりだなって思いました、そこまで来るとね。はい あの日本ってね、あのその金持ちを、ね、松浦さんも言ってましたけど、追い出したいんですよね、追い出したいんですよ、金持ちをどん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 いじめて、金持ちを、えー、外国に追い出したいんですよ、で、なんでそういうことをするかっていうと、えー、僕が思うのは、やっぱりこの国の政治、選挙、そういうね、仕組みがダメなんだと思ってます、はいえー、政治家になるには、えー、国民の皆さんから票をもらわないといけないですよね。 票をもらわないといけないですよね、票を入れてもらわないといけないですよ、はい、票をもらわないと入れてもらわないといけないんですけど、じゃあ、どうやったら票をたくさん入れてもらえるかというとです、ね、やっぱり世の中の多くの人が残念ながらお金がない人が多いです、えー、お金持ちってやっぱり少ないです、なので、えー、お金がない人、低所得者の人に寄り添うような発言、政策をすれば、やっぱり票って,入,っても入りやすくなるんですよ、支持されやすくなるんですよ、あの政治家でね、お金持ちを、ね、支持するような、ね、政治家って、僕、あんま見たことないんですよね。うん とというところから来てますでその結果ね、えー、結局ね全部自分たちに幸せが来るんですこれ何でかっていうと,、えー、っとお金持ちはどん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 外国に逃げますもう日本で起業したいって人ってやっぱり減ると思うんですよねこっからさらに厳しい締めつけすると日本で起業するのってバカらしいんですよ割に合わないんですよ起業っていろんな人の家族を背負ったりとか、えー、いろんなね苦労をしてやるもんですからこんな国で起業するメリットがないんですよねリスクリターンが合わないんですよだから、えー、起業家が減りますそうすると日本の、えー、国際競争力が損なわれてそして日本のね、えー、財源が どん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 少なくなっていって、えー、とお金を稼ぐ人がいない納税する人が減りますよお,お金持ちが減るど誰に幸せが来ると思いますか皆さんですよ皆さん国民の皆さん僕たち国民にねあの幸せが来るんですよ結果的にだからねお金持ちをね叩いてねいじめて楽しいのかもしれないけども結局それが自分たちに回り回ってくるってことを世の中のね多くの人は気づいてるんですよ、うん、頭が良くない人ばかなんでこの国はねうん 岸田政権は長期政権になると思いますか私は増税ばっかりの情報が出ないので、明日には潰れてほしいです、えーとね、岸田政権は多分長期政権になるんじゃないかなと思っていて、な、ま、ん、あ、でかというと支持率が高いんですよ、<laughs> 一般の人の支持率が高いんです、ニュースとかでの支持率、すごい高いです、ただ投資家から、いわゆるこう富裕層からの支持率って歴史的に低いんですよ。だから一般の人は岸田さんすすごいですね 僕支持します私たち支持しますって言っているんですけど、お金持ちとか投資家とかその金融関係の人からするともう本当に終わってると、もう今すぐにでもやめてほしいって感じなんですよね、でこれは何でかというともう簡単で、答えは簡単で岸田さんは金融所得課税を上げてみたりとか貧しい人たちに有利に働くような政策を推し進めてるんですよ。 いわゆるこう金持ちが悪だだっってていう政策をやってるんですよだから金持ちからもっと金を取れってやってるんですよねわかりやすく言うとだから、いわゆるこう所得の少ない人特におじいちゃん、おばあちゃんからはよくやった、あの金持ちどもから金取ってくれよくやったって支持されるんですよ、これわかりやすく言うとこんんんななもですよでも結局僕が思っているのが、ま、巡り巡って絶対そうやってよくやった、岸田さんよくやったって言ってる低所得者層の人に巡り巡って幸せが来ますよ、100%。 今もこれ問題になってますが金持ちはそうなったらどん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 ん海外に行きますとで金融所得課税、いわゆるキャピタルゲイン税を上げるっていうなると会社を作る人いなくなりますよね、日本で一生懸命、ね、何があるかわからないリスクを取って起業して雇用を生んで頑張るメリット、リターンがなくなるんです。よ。 だからじゃあ海外で事業をやればよくねってなるし日本でこんな頑張って会社をやらなくてよくねみたいな。どうせなんか金持ちになってもお金を取られるんだったら黙って、まあ、YouTube で見ながらなんか適当に働いてなん努力しない方が楽じゃないみたいなのが増えるんでいわゆるこれは社会主義化なんですよね。結果的にじゃあその日本の、ねえーまあ、GDP だったりとか、えー、まあいわゆるこう日本の経済成長が止まり景気が簡単に言うと悪くなりますよね。 その幸せ誰来るのってなると,、えーえー、とその低所得者の人に来ます、えー、具体的には、えー、企業が、ね、体力がなくなって、えー、仕事がなくなったりとか、はい、仕事がなくなったりとか、えー、満足な社会保障を受け,受けられなくなったりとかその幸せが来るんですよ。だから僕からら僕するとあんなに金融リテラシーの低い なんかこう政権ってないんじゃないかなって、これはまあツイッターとかでもみんな言ってるんで、有識者は多分同意の意見なんですけど、あんなに何も分かってない政権ないんじゃないかなって、政権批判とかしたくないんで、嫌なんですけど、正直そういう感想ですよね、うん、よくやるなって、なんか恥ずかしくないのかなって思いますね、は。い